フードトラオは、日本の柔道家、スポーツ指導者。柔道家として全日本選手権優勝等の実績を持つ一方、熊本県に様々な近代スポーツを紹介して、熊本近代スポーツの父や、ミスター熊本とも呼ばれる。長崎県南高木郡、ゆえ村の生まれ、鎮税学院中学在学中に柔道を始め、卒業後1912年に、 東京の東京高等師範学校に進学して、山下義明や長岡周一に支持し柔道を学んだ。東京講師時代の同期には、岡部平太や藍田彦一、先輩に1909年入学の大谷武一や、高佐智貞のほの中途退学した者の徳の美穂らの顔ぶれがあり、後輩には1913年入学で、東口真っ平や後に、 講師の秀才と歌われた桜庭武志らがいた。1913年5月国記で行動官に入門すると翌年6月初段、同年10月には周期紅白試合で9人を抜いて抜群二段に昇段。1915年1月に三段位を許され、1916年3月に師範学校を卒業後は熊本市の九州学院で当時委員長を務めた縁。 三人寮に壊れ動員教授に着任した。柔道以外にも陸上競技や水泳、相撲、ボートといった様々なスポーツを指導し、特に金栗四43より指導を受けた陸上競技ではスパイクシューズを、水泳ではクロールを熊本県に初めて紹介している。この頃には九州学院のみならず熊本県警察部の柔道教師を務めたほか、旧制五校、 熊本高等工業、熊本医大、熊本第二師範、熊本農業等の各校でも食卓を兼任して、以降永年にわたり柔道を始め、各種スポーツの普及に尽力した。柔道家としては、身長173センチメートル、体重75キログラムという金星の取れた体育を持って左右の払い腰や、 小外刈りを得意とし、寝ても強く、1925年に開催された第1回、熊本、福岡体験柔道大会では、熊本県の大将として出場。二人抜くも三人目に敗れて、福岡側の平賀子太郎五段と、河内信文武五段を残して、熊本県は敗戦。翌26年の第2回大会でも、大将として出場するまりあらず引き分けで、またも、 平が西の両五段を残して熊本県は敗れた。雪辱を期す1927年の第3回大会、熊本県は作戦上の理由から東京講師の後輩である小谷清の五段に対象を譲り、宇都五段は副将として出場。同じく熊本代表牛島立熊四段や福岡代表井安之助四段らの活躍があって、 試合は一進一退の白熱した展開となり、ウドは須藤金作四段の大内狩りに敗れるも、対象の大谷が須藤を副将の森崎一郎五段と立て続けに破って、西五段との対象戦に。試合は大谷が優勢で進め、熊本県の初勝利を信じる観客の歓声が高まるも、大谷の足払いをつばめ返しで返した西が逆転の一本勝ちを、 おさめ、大会は、福岡県の3連勝となった。続く1929年の第4回大会に向け選手を補強した、熊本県だったが、選手のみならず、柔道王国を自称する両県の応援団が、熱狂しすぎて、一式触発の見悪ムードとなり、両県知事の仲裁により大会は、中止に。以後この対抗試合が開催されることはなく、うどは後に、 必勝を期していたのに、無念さ一杯であったとその心境を語っている。1930年4月に6段昇段。同年11月に、第1回全日本研修研大会が開かれると、専門青年前期の分に出場した宇ドは、初戦で優勝候補の特産法6段を横四方型に破り、二回戦で岡田大志郎四段を得意の小外刈りで一戦。決勝戦では、 武戦での尾型源治六段と延長3回1時間近い攻防の末に判定で敗れたものの準優勝という成績を収めた。1935年10月開催の第五回道大会では大会常連の細川義聖六段、畑の義太郎五段、村地清次郎六段をいずれも横四方方方に抑えて優勝を成し遂げた。 最後の出場大会となった1936年4月30日に、福岡市外春日ガで模様された全日本東西、対抗試合で、当時7段の宇ドは、西軍の首相に抜擢。名手、安倍健志郎5段の3人抜きの奮戦もあり試合を、優位で進めた西軍は3勝の古澤寛兵衛6段が、当軍首相の佐藤金之助7段と引き分けて、ウドの出る幕なく西軍は勝利している。 うと行事ウうどとらを、わせだよう一1937年には、体育研究のため渡米し、アメリカ柔道連盟の将兵で、約半年間柔道の普及活動を行った。戦後は1946年に、熊本県体育会副会長及び、熊本陸上競技協会会長に着任すると、国民体育大会では1947年の、 第2回大会から1975年の第30回大会まで熊本県選手団団長として入場更新を務めた。1947年の熊本県柔道協会発足に伴い初代会長となり、以後30年以上の長きにわたり会長職を務めて県外外での柔道普及に尽力。このほか全日本柔道連盟理事や九州柔道協会、 副委員長などの重責も担い、食卓として、熊本県教育庁体育保健課でも汗を流している。これらの功績から、1958年5月3日の、可能市販20年祭では、神田九太郎や浜野昌平ら大家と共に旧、団員への商談が発表された。 1960年には、熊本県近代文化功労者にも選ばれ、1967年には、日本国政府から訓四等髄法賞を受賞。晩年まで、熊本県で柔道をはじめスポーツの普及、振興にあたり、柔道の原理である、勢力全用、自他共栄を解き続けたった、宇どであったが、1982年10月に、風のため体調を崩して、 熊本市の大浦病院に入院。4年余りの入院生活を経て、1986年12月に、老衰のため95年の展示を、全うした。生前、いろいろなスポーツをやってきたが記録を持っていないので、長寿の新記録を作りたいと述べた夢は叶わなかったが、熊本県では、伝説の大先輩、ミスター熊本として、人々の知るところである。ありがとうございます。